私の家族を紹介します。お父さんとお母さんです。バナナとも、ドーゾルです。はい、ということで本日もこちらクラッシュロイヤルお送りしていきたいと思います。さあ、ということで今日はね、とあるデッキを紹介していきたいと思うんですけれども、今の環境でとりあえずこれを使っときゃ勝てるっていうね、デッキを紹介していきたいと思います。多分シーズン終盤になってきて、まあ、ちょっとね、今自分が使ってるデッキが微妙って思ってる方は、このデッキに乗り換えればまあ間違いないと、こちらのデッキ、ペッカ工場デッキでございます。であのペッカ工場デッキって割と難しいイメージがあるんですけれども、このデッキに関しては本当に強い。あのプロリーグとかでもね、ガンガン使われているあのデッキなんですけれども、もともとゴーストだった位置がダークプリンスなんですよね。このダークプリンスにすることによって終盤1分切ってからのゴリ押し力が半端ないので、まあ、とりあえずね、あの騙されたと思って使ってみてください。あのあれですよ、本当に騙されたらダメだよ本当に騙されたらダメっていうか、あの自己責任でお願いいたしますね。であのポイントをまずは、おさらいしていきたいと思います。ペッカ工場の、ポイントはその1、ペッカはむやみに出さない。あのペッカも本当にここぞというタイミングで相性いい、ジャイアントとかゴレルに対して、出したりだとか、まあ、防衛の要としてそのむやみにペッカを出さないっていうのが1つで、2つ目は、対空ユニットをむやみに使わない。これね、あのエレイズとガーグウェルしか空に攻撃できるユニットがいないので、この、適当に切っちゃうとバルーンとかが受けれなかったりもするので、まあ、この2枚は大切に使っていくと。そして3つ目は一気に形を作りすぎない。あのどうしてもね、やっぱ工場デッキっていろいろ足して一気にオラ行けワンチャンかけろみたいな感じで作りたい気持ちはすごいわかるんだけど、作りすぎるとカウンターがやっぱりきつくなってしまうので、本当にここぞという時のみ、ユニットねガンガン足してって、あとは様子見してね、アサシンユーノとか工場バーベレーンダークプリンスを散らしていけば相手の陸域ユニットが基本枯渇するので、まあ、それで、いつの間にか勝っちゃうと、いうことでね、そこら辺に気をつけて、プレイしていただければなと思います。さあ、ということで、本日グラチャで回していきたいと思います。4勝1敗だからな、結構ね、私ペッカー使うの苦手なんですけど、割と勝てますね。勝率本当に高い。この手札の時はどうだろう、ザップで回すか、もしくは工場バーバリアン後ろからですね。工場バーバリアンとかね、出しとけばあのアド取れることが多いんで、本当にね、工場バーバリアンは優秀。さあ、ここで相手ユニットでなんか受けてくる。さあ、メガナイト来ましたね。これは後ろからペッカでいいでしょう。あ、ガイン入るんじゃないこれ。あ、なるほど。さあ、相手かなりコストを使ってくれましたが、ここはもうメガナイトに対してペッカですね。で、メガナイトデッキはもうあのインドラがね、必ずと言っていいほど。おお、嘘でしょ。ちょっと待って。これはやべ、これはやべ。やりすぎやりすぎ。さあ、ここは、ちょっと待って。エレウィズで飛ばすか。さあ、エレウィズで飛ばして、すごいデッキだな、相手。インフェルノドラゴンじゃなくてタワー搭載しちゃいましたね。さあ、ここはでも左入って、で、なんならもう右も入る感じしますね。相手コストがなさそう。いっちゃいますか。さあ、工場バーバリアン。工場バーバリアンとかダークプリンスは、あの、基本的に気が向いたら出して間違いないです。あの、相手絶対受けないといけないし、で、それに陸受けを使って、その後の攻撃通しやすくするって感じですね。相手これでも諦めたモードじゃない?諦めてはないかな。後ろからダークプリンス。困ったら、基本的に後ろからダークプリか、言うのか、工場バーバリアン出しときゃ間違いはないですね。さあ、ここはしっかり守って、基本的にはやっぱ防衛が硬いデッキなので、こんな感じで守ってあげて、おそらくインフェルノタワーで受けてくるかな。さあ、ガーゴイル出してあげてザップ構えると、あー、これ受けれないですね。オッケーオッケーオッケー。さあ、ここペッカで受けてからの、インフェルノタワー警戒ですね。まあでも相手インフェルノタワーこれ出しづらいよね。なぜならばエレイズもいるし、おそらくこの位置に、インフェルノタワー置いてくるので、左行こうかな。どうしよう、エレイズ足してあげるか。まあ、ペッカの後ろに工場を足して、右を確実に降りに行きましょうかね。さあ、相手何もすることができず、逆サイドも、がっつりつけてあげて、OK、勝ちました。これ1分切ってからがね、このデッキ本当に強いんですけれども、1分切らずして、この破壊力。ありがとうございます。うまくいってよかった。いや、でもね、このデッキは本当に今言ったポイント3つ。これだけ気をつければ、基本どのデッキにも、立ち回っていけると思います。もちろん、ラババルーンとかはね、きついよ。耐久が少ないから。ただ、ラババルーンにも全然勝ち得る、ポテンシャルはあるかなと思います。ラバとバルーン、あ、ごめんなさい、キャンセルされた。ラバとバルーンみたいな、もう、陸じゃない、空でゴリゴリ来る、系に対しては、あんまり守りすぎずに、しっかり逆サイド攻めてあげてね、11交換からの、キングタワー狙いがいいと思います。これはどうしようかな。一旦ユーノで様子見ましょうか。ユーノと工場バーバリアンはとりあえず出しときゃね、
出しとけばアドですから。で、相手が陸受け使ってくれて、オッケー。さあ、いいですね。両サイド攻めになった、なんか。オッケー、左入った、マジで。ラッキー。これは美味しいですね。さあ、ここ、工場も足してあげて、さあ、両サイド。これ、右も左も受けるのが厳しそうなんで、さあ、悪くない。いいダメージが入ってきます。相手は、ここはガゴで受けながら、ちょっと様子見ましょうかね。トルネで一回キングタワー起動されたんで、まあ、ただキングタワー起動されてもなところはあるよな。これごめん。エレウィズが正解だったかも。ペッカーむやみに使うなの、私の法則が嘘になった。ちょっとエレウィズもうちょっと下げて使ってもよかったですね、今。これガゴを追加されたら今エレウィズの位置だとやられちゃうんで、ちょっと焦りすぎた。ただ美味しい。オッケー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 。おそらくね、今相手、バルキリーでペッカーを釣ろうとしたんですが、それがうまくいかなかったんで、こうやって追撃ですね。よし、ペッカがガツン。さらにもう一発ガツン、オッケー。もう一発オッケー、ナイス。完璧。いや、お強いございますね。正直、このデッキはマジで適当に出しとくだけで勝てる。もちろん、相手の手札を読んで、きっちり差し込んでいくっていうのが、まあ、基本のデッキになってくると思うんですけど、まあ、それを上回って余りある、このダークプリンスのカードパワーがありますね。ダクプリこの前コメントで、ダクプリってそんなに強いっけみたいなコメントあったんだけど、マジで強いですよ。ダクプリは本当に強い。攻撃判定がね、嘘でしょっていうぐらい結構入るので、これはちょっと受けれない関係かな。一発で許容したいけど、それも厳しそう。さあどうだ？キングさえ落とされなければ私の勝ちなので、いやー、2発入った。ここどうしよっかな。守ったら負けそうな感じするな。右もちゃんとバルーン警戒しましょうか。右からの攻撃来ますね。さあ、バルキリーからの、さあこれ。ここ右さえ押さえれば。いやー、トルネードいい。いいトルネードである。一発で押さえればでも大丈夫。あー、2発入りそう。やばい。2発入って。いや、ギリギリのギリだな。ちょっと待って。これはもう、両サイド行く。両サイド決めに行く。さあ1分切ってからはもうユニット量産タイムなので、さあ相手は両サイド落とさないといけないっていう縛りがある中、こっちはもうゴリゴリキングタワー狙いに行きましょう。最後決めて勝った方が気持ちいい。 OK、 ありがとうございます。ちょっと今ね、序盤でリード取ったけど、終盤逆に巻き返されそうになったけど、まあまあ、このデッキの、弱さが少し見えたかなと思います。対空に本当に、対空が2枚しかないので、今みたいな感じでバルーンデッキに対しては、ちょっと警戒しないと、ね、バルーン守りきれないことが多いですね。はい、ということで2連勝したんですが、ちょっとね、今日、隣にボンさんいるんで、ボンさんでちょっと、このデッキの強さをね、検証していきたいと思います。ちょっとボンさん呼びます。はい、ということで、ボンデュール先生に来ていただきました。はい、ボンさん今日なんか不審者感が増してますね、いつも。そんなことない。増すわけないです。いつも通りです、いつも通り。あ、本当ですか。今日はボンデュール先生、今日デッキを紹介してるんですけど、はい、ちょっと練習したいので、ボンさん一戦お願いいたします。それ、はい、僕が勝っちゃったらあれですよ。いやいや、もう絶対 100% 勝つ。100% 勝つから。強いデッキで、強いデッキの紹介します。ドッキリとかじゃないんで。さあ、始まりました。お願いしますよ。よろしくお願いします。お願いします。よろしく。あ、それ、スタッフ僕持ってたんですよ。はい、持ってるんですか？買いましたよ。ドズスタ？さあ、これはもう、スタンプを押してる間に、仕掛けていくと。あれ？あ、これ珍しいですね。あれか、バルーンか。いや、ん？なんだ？あ、バルーンだ。まあ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 。ボンさん、このバルーン好きっすね。好きなんすよ、好きっすね。好き。で、強くないですか？強い。シンプルに。これは普通にシンプルに強い。それ神器っぽいな、どうしたの。はいはいはい、まあ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 、ペッカ出しつつ、ペッカね、ペッカがね、もう強いんですよ、本当に。インフェルノタワー来る、あ、来ない、あれ、え、来ます来ます来ます、ふっ、おっと、一発、あー、いい受け、いい受け。そうだ、ボンさんがバルーン使いっていうのを忘れてた。ペッカ、さっきこの動画で、はいはい、バルーンは弱いって言ったんですよ。バルーンにはきつい。バルーンにはきついっていう話をして、ボンさんがバルーン、最近バルーン使いなの忘れてた。本当にいいですね。容赦しないですよ。もちろんもちろんもちろん。とはいえ、多分勝てます。よしよし。まあ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 。
咲きます。うんうんうん、いいんじゃない、いいんじゃない。あ、まあまあまあ、さすがにここは通しませんよ。まあまあ、バックでも入ってくれれば。いや、いい戦いですね、なかなか。やばい、おいしい、やばい、右おいしい、左もおいしい、これはやばい、左もおいしい。いや、こういうことなんですよ、本当に。今みたいな感じでうまく散らしてあげれば。いや、きつい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 きつここでバルーン来るんで、あ、ベッカ出したからバルーン行く。で、これエルビスでしょ、エルビスでしょ、エルビスだよね、そうだよね、そうだよね、そうだよね。いや、いい空がね、エルビスとガゴしかないはずなんですよ。取れ取れ取れ、落ちないか、オッケーオッケーオッケー、落ちないか。まあ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 、さっきエルビスが前に来てくれたから、そういうことですね。まだよくて、いや、きつい、いや、きつい、いや、きつい、レッツゴレッツゴ、いや、きつい、いや、この工場がきつい、これは美味しい、これ美味しい。からのからのゴリッといって、いい、ダックプリが強い、ダックプリが強い。よしよし、でカウンターあるよ、でもカウンターあるから、カウンターあるから、カウンターあるか、カウンターあるか、カウンターあるか、カウンター来るよ、カウンター。よいしょと、ちょっと待って、さあこれは、いや、この工場きつくて、よいしょ、うん、こっちに寄せ、バルーン通るよ、バルーン通るよ、バルーン通るよ、バルーン通る、通る、通ってる、通らない、通らない、あれ通ってる、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 最高防衛できれば、最高防衛、いや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 、何そんなちゃうの、我が生涯一片の悔いなし。今いけたよ、今いけたよ、ありがとうございます。今のはいけたよ。いやということですね、皆さん、このね、ペッカ工場デッキ、まあ、苦手のバルーンもこのようにやっつけることができると、いうことで、ぜひね、で僕がペッカデッキですよ、確かに。僕の PS… 裏切り者じゃないですか。いや、そうなんです。いや、だから本当は紹介したくないですけど、はい、僕の PS でもこれだけ練習できるってことは、皆さんも多分使えることができるので、まあ、これ使っとけば、いやいや、マジで強いです。マジで。本当に。あ、でも、あれ、ちゃんとポイントを僕3個、動画で言ってるんで、はい、ちゃんと見て勉強してください。私、動画に。ポイントがあるんですよ、ポイントが。出てんのに。え、出てんのに。勉強する。それは当たり前ですよ。わかりました、わかりました。勉強させていただきます。ぜひ。この動画が面白かったよ、ためになったよっていう方はですね、ぜひクラメンとかに教えていただいて、あの動画面白かったよ、ためになったよっていうのをね、広めていただければなと思います。そして、今日の動画もグッドボタン、そしてコメントお待ちしております。チャンネル登録をお済みの方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。お願いします。ということで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。この動画が面白かったら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしく頼むぞ。